馬の進化の流れあたり項目では、馬の進化の歴史について記述する。現代の馬までの進化の軌跡は、他の動物のものよりも、化石の出土数も多く信頼性が高い。馬化を含む木ズメメは、ケーピコグラム教会の後1000万年までの暁、新生後期に誕生した。木ズメメはもともと、熱帯林での生活に順応していたが、 爆火と災火が森に適応したのに対し、馬は草原など、ステップ地帯での生活に適応した。その過程において、次第に、背が高くなり、足指では、中指の発達と、並行して、他の指の体化が進むなど、一定方向への系統的な変化が見て取りやすい、ことから、系統化石の恒例とされる。ヒラコテリウム、左前足の骨格、歯の構造現在、 最も古いと考えられている馬化動物は、ヒラコテリウムである。ヒラコテリウムの化石は18世紀にヨーロッパで見つかり、リチャード・オーエンによって、ハイラックス様の獣を意味するヒラコテリウムと名付けられた。ヒラコテリウムは、オスニエル・チャールズ・マーシュにより名付けられた、死神与の馬を意味するエオヒップスという名も広まっている。ただし、正式な学名は、優先順位の高い。 ヒラコテリウムとなっている。ヒラコテリウムは、約5200万年前にはすでに来たアメリカ大陸で、生活していたとされている。体は、キツネと同じくらいのサイズで、比較的短く弾力性のある、頭頸部とアーチ状の背骨を持っていた。歯は角側に摂子を3個、剣歯を1個、小球歯を4個、大球歯を3個備えており、合計で44個の歯を持っていた。 大丘子は葉を削りやすい形であり、ヒラコテリウムは養殖性であることが伺える。またヒラコテリウムは小さい脳を持っており、小さい前頭葉もあった。すでに走ることに対しての進化は始まっており、手足は現在の馬のように体に比例して長かった。しかし、貸骨のいくつかは不安定で柔軟性に欠けていた。足は、 それぞれ5本ずつ指があったが、進化の過程で、前足は第1子が大化し4本、後足は第1子と第5子が大化し3本になっている。つま先は犬のような鍵爪ではなく、小さなひ爪がついていた。約200万年の間に、ヒラコテリウムは進化し繁栄した。最も重要な進化がより葉植生に特化した葉の獲得である。神の間、 ヒラコテリウムは、馬化の様々な種に分岐した。これらの完全な化石は、北米で、数多く発見された。また、現代の馬の先祖とは考えられていない、プロパラオテリウムなどの化石が、ヨーロッパでも見つかっている。プロパラオテリウムは、パラオテリウムへと進化するが、その後絶滅した。チャールズ・ナイトによるオロヒップス約5000万年前、死神を中期に、 ヒラコテリウムはオロヒップスへと進化した。オロヒップスとは山の馬を意味するが、実際にはオロヒップスは山には住んでいなかった。またオロヒップスはプロトロヒップスという別名がある。体はヒラコテリウムと同じサイズだったが、より細い胴体、細長い頭、細い前足、長い後足を持っていた。 その体は超薬力に優れていたと考えられている。ヒラコテリウムとオロヒップスを分ける大きな変化は歯にあり、第一小球子が小さくなり、第三小球子は型を変えて大薄歯となった。また、歯間はより大きくなり、より硬い植物もすりつぶし、食べられるように進化した。約4700万年前、 オロヒップスはより大きな球脂を持つエピヒップスへと進化した。デュシェーヌヒップス中間型と呼ばれた後期のエピヒップスには全シミオの馬化と同じ歯があった。メソヒップス、左前足の骨格、歯の構造しシミを後期から全身を初期に北米は乾燥するようになり、植物では初期のイネ科植物が出現し、森はイネ科などの草原へと変化してきた。 砂で覆われていた平野に、現在のプレーリーに似た草原ができていった。約4000万年前、死神を後期に、環境の変化に適合し選択されたメソヒップスへと、進化した。メソヒップスの体は、エピヒップスより大きくなり、足が、より長くなった。隠れる場所の少ない平原では捕食者から逃げる、ためにより早く走る必要が出てきたからである。 全身予初期にはメソヒップスは北米の広い範囲で生活していた。その足は前後とも指が3本になっており3つのつま先で歩行していた。前足の第5子は退化し第3子がより発達した。長く細い足からメソヒップスは敏捷性に優れた動物であったことが伺える。メソヒップスはエピヒップスと比べて 肩まで61センチメートルと少し大きく、また背中はアーチ状ではなくなり、顔や鼻、首が長くなった。大きな大脳を持ち、頭蓋骨には現在の馬にも見られる小さな浅いくぼみがある。そのくぼみは化石から馬の種の鑑定に使われている。メソヒップスは小球子が全部にあり、後の馬科の動物が持つ6個の薄葉を持っていた。 植物を食べるために、エピヒップスよりも硬く鋭い歯を獲得していた。約3600万年前、メソヒップスへの進化のすぐ後に、ミオヒップスは誕生している。メソヒップスとミオヒップスの間の化石はいくつか見つかっているが、ミオヒップスの登場は比較的突然であった。ミオヒップスは、メソヒップスが段階的に進化したとされていたが、 その後分岐進化であることが研究結果から明らかとなっている。今日では、ミオヒップスはメソヒップスの足から進化し、長い間、メソヒップスとミオヒップスが共存していたことが知られている。ミオヒップスの体は大きく、足のつなぎは少し変化した。顔のくぼみはより大きく、より深くなった。上側球史はより硬い植物をすりつぶすために動く。 歯かを持った。メソヒップスは、全身を中期に絶滅したのに対し、ミオヒップスは繁栄し、中心性初期に急速に様々な種に分化し始めた。分化した種は草原に適応した種と森林に適応した種の大きく2種類に分けられる。メガヒップス森に適応した種は、カロバティップスと呼ばれる種で、ミオヒップス中間型とも呼ばれた。森では、 地面が柔らかいため、第2子と第4子は、歩行に役立っており、再び発達していた。カロバティップスは、アンキテリウムとも呼ばれた。カロバティップスは、ベーリング地境を渡り、ヨーロッパやアジアまで進出した。カロバティップスは、ユーラシアでシノヒップスに、北米でハイポヒップスやメガヒップスに進化した。ハイポヒップスは、先進予初期に絶滅している。 草原に残ったミオヒップスはパラヒップスへ進化した。パラヒップスは小さいポニーほどの大きさで現在の馬に似た頭蓋骨と顔の構造を持っていた。第三種はより強靭になり体重を支えていた。パラヒップスの破綻は鋭くなった。メリキップスの骨格標本国立科学博物館の展示メリキップス 左前足の骨格、歯の構造中心予中期には、メリーキップスが反映していた。メリーキップスには、ステップ地帯の硬い草をすりつぶすのに使用されたと、されるパラヒップスより、大きな第球子があった。後ろ足の第2子と第4子は短くなり、走る時だけ地面に触れていたと考えられている。メリーキップスは少なくとも19種類の種に分岐した。 ヒッパリオンメリキップスから分岐した馬鹿の中で特に変化があったのがヒッパリオン、プロトヒップス、プリオヒップスの3種である。メリキップスから最も変化したのがヒッパリオンで、歯カのエナメル質が下を隔離する壁を作っていた。北米で見つかったヒッパリオンの完全な化石は小さいポニーほどのサイズだった。化石からカモシカのように体重が軽く乾いた。 大草原での生活に適応していたことが分かっている。足の指は3本あったが、第3子のみで歩行し、第2子、第4子はすでに使われていなかった。北、アメリカでは、ヒッパリオンと、その近縁種、ナニップス、ネオヒッパリオン、スードヒッパリオンは反映した。また、中ミオの間に、アジアやヨーロッパに渡っている。シマウマやロバなどには、 ヒッパリオンから進化したという説が有力である。プリオヒップス、左前足の骨格、歯の構造、プリオヒップスは約1200万年前、中心予中期にカリップスから進化した。プリオヒップスはエクスとよく似た外見をしていた。ひめの両側にある2本の指は、ほぼ完全に退化しており、足としての機能は完全に消失していた。 プリオヒップスは長く細い足を手に入れたことで、より速く走ることができるようになった。プリオヒップスは、解剖学的に多くの同一性が見られることから、現代の馬の先祖であると考えられてきた。しかし、プリオヒップスの頭骨には深いくぼみがあるが、エクスには、くぼみは見られず、現代の馬がまっすぐな歯であるのに対し、プリオヒップスの歯は曲がっていた。 このような相違点が見られることから、プリオヒップスは現代の馬の先祖でない可能性もある。プリオヒップスはアストロヒップスの先祖である可能性がある。ディノヒップスは先進予行期の北米で最も一般的な馬だった。もともと、蹄は一つであると見られていたが、1981年にネブラスカで見つかった化石より、指は三本があったことが確認されている。 プレシップスはディノヒップスとエクウスの中間種であると考えられている。アイダホ州ヘイガーマンの近くで見つかった化石はヘイガーマン化石草群の約350万年前、センシミオの地層から出土し、もともとはプレシップスの近煙種のものと考えられていた。化石はプレシップス模式種と呼ばれていたが、 古生物学者らによる研究で化石はエクスに最も近い化石であることが確認された。化石から算出した平均体重は 425kg でアラブ種と同じサイズだった。先進に予行期に北米の気候が変化し、北米で生活していた動物のほとんどは移動した。プレシップスも例外ではなく約250万年前に陸続きだった。 ベーリング地境を渡り、ユーラシア大陸へと渡った。エクウスの最古の種は、エクウスステノニスで、イタリアで発見された。第4期の初期か、新第3期の最後にプレシップスから進化したと考えられている。エクウスステノニスは後に体重が軽い種と重い種の2種に分岐した。エクウスステノニスは、北米に渡った。北米では、エクウススコッティと呼ばれており、 現代の馬を超える大きさの化石も見つかっていると呼ばれる。ヒッピディオンアメリカ大陸では、先進魚から後進魚までの間で、ヒッピディオン、エクスフランシェスキ、そして現代の馬の先祖の大きく分けて3種類に分岐した。ヒッピディオンは、約300万年前にアメリカ大陸間大交差が起こった際、北米を渡り、南米で繁栄した。ヒッピディオンは、 比較的短い足を持っていた。もともとは、プリオヒップスから進化したと考えられていたが、DNA の研究が進み、エクスに属する種であることが示されている。100万年前、南米にエクスカバルスが渡ってくると、ヒッピディオンとエクスカバルスは血が混じり合い、一つの種となった。ヒッピディオンは南米の固有種となっていたが、 1> 約1万3000年前に絶滅した。エクウスフラニシスキは、コーシミオの氷床の南で見られた。エクウスフラニシスキは、約3万1000年前、ベイリング地境周辺で絶滅した。エキスフェラスモーコノーマエクウスは、ドイツやシベリアで生活していた、現代の馬に連なる馬と、アラスカで生活した全帰宅の種の2種に分かれた。現代の馬に連なる馬は、 中央ヨーロッパから北米まで広く繁栄し、現代の馬へと進化していった。なお、現世の家畜場の染色体数は64本だが、もうこの馬の染色体数は66本である。全帰宅の種は北米から離れることなく生活していたが、人類が馬を家畜とする以前に絶滅したと見られている。西カナダに、 北米のすべての馬蚊が1万2000年前から1万1000年前にかけて絶滅したという痕跡が残っている。この時はアメリカで生活していたほとんどの大型生物も同時期に絶滅しており、しばしば議論の的となる。大量絶滅とそれまでの哺乳類の繁栄を比べると、その衰退は激しく、その要因として主に2つの仮説が考えられている。 一つは気候変動により約12,500年前にステップ地帯の植物がスンドラによって枯れ食料がなくなり絶滅したという仮説ともう一つは馬が絶滅した時期とクロービス文化の発祥がほぼ同時であることから人類によって狩られたという仮説である。馬の化石は1万年前の地層以降しばらく発見されていなかったが カザフスタンとウクライナ南の6000年前の地層から再び出土し始めた。6000年前から馬を飼育したり起乗し始める人々が出てきた可能性が高い。その方法は比較的早く広まり、いくつかの部族では馬がその生活において重要な役割をしていた可能性がある。なお、北、アメリカにはマスタングと呼ばれる。 野生場があるが、これはすべて1493年にクリストファー・コロンブスが再導入し、その後複数回持ち込まれたものを起源として、それらが野生化したものである。アメリカ大陸の原住民には馬を指し示す言葉がなかったため、犬や鹿の一種として呼ぶようになったなど、マスタングの群れメリキップスの足馬の進化の特徴として、 歯が常に変化していたことが挙げられる。雑食性を示す、短く凸凹な大球脂から、草食性哺乳類に共通な、長く平坦な歯と徐々に変化していった。その他の変化に、頭骨の顔の部分が伸びたこと、短かった首は、足が長くなるにつれ長く伸びたことが挙げられる。それらの要因によって、最終的に馬の体のサイズは大きくなった。馬の先祖は、 第三子とその隣の指を使って歩いていた。その骨格は、飛骨と呼ばれる中手骨、中足骨の側面に痕跡として残っている。基本的には意味をなさないが、思根関節と足根骨の施設を支える重要な役割を果たしているという意見もある。ありがとうございます。